東京都交通局8000系電車とは、かつて東京都交通局に在籍した路面電車車両。1956年から1958年にかけて日本車両を製造、何は後期、日立製作所において131両が製造された。設計された当時、老朽化、陳腐化が著しく安全性も問題視されていた。 大正時代までに製造された木造車の置き換えが必要であったが、すでに将来的に路面電車廃止の構想があり、安価で製造されることが求められたため、コスト削減のために対応年数を10年程度で考え、軽量かつ簡易な工作方法で製造されることになった。車体形状は直線的。台車は インサイドフレーム構造を用いた簡便構造の D21 台車で、スカートで隠すような形状になっている。車体が軽量なためスピードは出たが、それゆえに揺れが激しく乗り心地は悪かった。終電装置はビューゲルが基本であるが、一部、Z 型パンタグラフを装備した車両がある。杉並線関係を除く都電の全車庫に配置され、 全系統で運用されたものの、1969年より、廃車が開始され、最後まで残った24両も1972年の、柳島、近畿堀車庫の廃止に伴い廃車となり、形式消滅した。廃車後、制御機が、札幌市交通局に譲渡され、同局の330系、210系、220系のワンマン化改造に伴う、 関節制御下の際に流用された。統計式の形状をもとにして、他の軌動事業者で以下の形式の車両が登場した。2011年時点で8053.8125号の2両が保存されている。8053号は1971年頃に、個人が購入、千葉県八千代市の勝田台駅近くで開設した、スナック喫茶の店舗として用いられた。その後、 喫茶店を経て2005年からはカフェ、トレインカフェとして営業していたが2016年12月25日をもって閉店した。その後2017年より家事やメトルスミスイージュの工房の一部として利用されている。8125号は埼玉県越谷市で児童図書館として利用されていたが2006年12月に撤去、移動、 個人に売却され、2021年現在、山梨県内の民間企業敷地内に保管されている。330系、220型は全社、210型は211.212のみ。ありがとうございます。